吉宗評判記暴れん坊将軍。この男、以前は商店の万次郎と呼びはやされ、浅草蔵前一帯に睨みを利かす腕っこきの目明かしであった。だがお役御免となった今のこの有様は、あ、どうぞ。ありがとうございます。おやじ、それぐらいは早くしてくれよ。喉がひるつでどうしようもねえんだよ。おめえさん、そんなに飲んでどうするんだよ。しまいに体壊すぜ。うるせえな。酒屋黙って酒を売ったらいいんだよ。それなら勝手にしな。どうしなすったね、見逃しの万次郎親分。待ちなよ。こんなみっともねえ姿さらしてよ。昔ドバでこの俺を叩きのめしたあの伊勢はどうしまったんだ。よしなよ兄貴。こいつは徳の昔にふぬけになっちまってるんだぜ。少し性根をつけてやるな。どうもよせ。出てくれよ。なんだてめえら。おい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 。お前ら昼間から何の真似だ。だってお前ら評判悪いぞ。てめえ、めぐみの。なんだい、やるってのかい。やめねえか、お前さん。なんだなんだ、ほっといてもらってな。商店長の。セラ、どういう男なんだ。その…ずいぶん酒好きのようだが。弟子さん、あの男はね、江戸でも一番と言われたことがある凄腕の目明かしだったんですよ。それがどうしてあんな風に。商店長の万次郎がある時追い詰めた白子のおとみって女の人をわざわざ見逃してやりましてね。そのことがお上にバレてお役御免になっちまったんですよ。なぜ見逃しなどしたんだ。それは本人が一切を語らねえもんだから誰も。
だから見た影じゃ、あれは商店の万次郎じゃなくて見逃しの万次郎だなんて言ってるぜ。見逃しの万次郎か。そう。それからね、北のお奉行様にきついお咎めを受けて、50日の寿老の末に人足だまりを送りになっちまったんだよ。人足だまりは天馬町の牢では自分がお縄にした咎人にずいぶんひどい目に遭わされたって話よ。そりゃそうだろう。咎人にとっちゃ恨みの的だもんな。万次郎は落ちるとこまで落ちたってわけか。そうなっちまったら世間は誰だって相手にしちゃくれねえぜ。人足だまりを出てからあんな風になっちまったんだよな。そう、毎日叫びたりでよ、もう手はつけられねえや。あとは野垂れ死にするしかねえんじゃねえのかな。おい、いけねえぜ新さん、あんなに光り合っちゃ。そうよ、新さん物好きなんだから。頭、万次郎をいたぶっていたあの者たちは何者だ。ええ、田之倉屋千之助っつってね、まあ口入れ屋の元締めんとこの連中ですよ。田之倉屋っつな、表向きはそりゃ口入れ屋だが、裏いまったらおこぎなまねばっかりしてる極道もんですよ。新さん、しばらくはね、仕返しされないように裏通りを歩いた方がいいよ。なんて言ったって怖い連中なんだからね。ねえ、お前さん。まあ、まあ、いっぱい。すまねえな。こんちゅうらさん、おにぎやかで。体操結構でございますね。どうしよう、この足にお流れを一つ。またおめえさんかい。しょうがねえな、ちょっとだけだぜ。ああ、うめえ。答えろよね。いかがでしょう。おめえ、弔い踊りがうめえんだってな。ねえねえねえ、この間の踊り踊って。そしたらたくさんお流れもらってあげるから。本当ですか。本当よ、ねえんださん。いいとも、おめえの踊り次第でうんと弾むぜ。なあ。こいつはまだどんこちになりやすい。じゃあ、もちろん。あ、弔いだ、弔いだ、今日はめでたい弔いだ。飲んで歌ってみんなで騒ぎゃ、おかんの仏も踊り出す。今日はめでたい弔いだ、弔いだ。あよい、あよい、あよい、よいよっと、こいっと。こいっと、こいっと。お前には誇りがないのか。それほどにまでして酒が飲みたいのか。お前もかつては江戸一番と謳われるような目明かしであったそうだな。そんなお前がどうしてここまでして酒に浸らねばならんだ。どうして自分を痛めつけねばならんだ。なんだってそんなに俺のこと気になるんだよ。お前が進化の身を持ち崩すような男ではないと思うからだ。買いかぶりだよ、それは。迷惑だな。世間のみんなみてにしててもらいたいな。その方がどれだけ楽だか。とにかく、ほっといてくれよ、俺のこと。本気で言ってんのか、万次郎。ああ、本気も本気。酒さえあれば、この世は天国。お武家さん、あんたの名前は徳田新之助だ。徳田新之助ね。どうせ明日なら忘れちまうが。花よ。
元締め。おめえたち、手はず通りにいいな。分かってます。いや、なんだこれ。土工事を。はい。昨夜お忍びで深川の料亭へ参られ、ご遊興のさなかに。なんとしたことじゃ。時の大目付たる者がそのような場所で、越前殿、人心をおもんぱかって、これは表沙汰には。はあ、それゆえしかるべき手を打ち、土田河内の神様はご病死ということで。日頃はそのようなところにはめったに参らぬお方なのですが、昨夜は初孫ができた祝いということで家来の者を連れてお忍びで、まあ、それがかえって仇となったわけですが。土田河内と申せば、大目付職においては存分に辣腕を振るっていた男だ。俺も政務については何かと教えられた覚えがある。じい、惜しい男を亡くしたぞ。はい、いや、しかしそれだけに土田殿には敵も多ございました。で、越前殿、下手人の目星はあるのか。いえ、それが今のところ皆目。ぼや騒ぎを起こし、その機に乗じて暗殺したものと思われますが、刺客の姿を誰も見ておりません。そこに居合わせた者は家来たちや女たちだけでして。半蔵殿、控えおるか。おう。今の話、おかしいとは思わぬか。下手人はかなり殺しの技に長けたものかと思われます。おそらく土田様に恨みを抱いている者の仕業では。両名とも早速探索に乗り出してくれ。ちょいと、おみくじくださいな。ねえ、そんなに痛むのかい。ねえ、困ったね、どうしよう。大丈夫よ、
って言ったんだから。まったくもう四六時中酔っ払ってるからこんな目に遭うんだぜ。おい、気をつける。ごめんなさい。どうしたんだ。どうもごもねえぜ。俺たちが取り掛かったらこの野郎八幡様の境内でもんちゃく起こしやがってよ。あげくが殺しますぜ。おい万次郎、一体何やったんだい。おい万次郎、おめえなんか言えねえわけでもあんのか。え頭、なんだか知らねえが女の名前呼んでましたぜ。女の、え、そうなんさ、確か、なんだっけな、ほらほら、あの、おとみ待ちやがれって。そう、おとみだ。おとみ、え、しんさん、万次郎、そのおとみというのはお前が見逃したという女盗人のことか。おい、どうなんだよ万次郎、白子のおとみは江戸にいたのか。え、頭、略このおとみのことが知りたい。調べてくれんか。わかりました。おい、ささと違ってくるよ。はい、はい、どうしたおつね。昼間から酒とは珍しいじゃねえか。別に、ちょいと飲みたくなっただけですよ。元連れ、元連れ、顔が見えました。行ってらっしゃいし。あ、銀蔵さん、ちょっと。なんだよ、常さん。あんた、商店長の万次郎って男知ってるかい。てでも何も、目明かしクビになってよ、落ちぶれて叫びたりの野郎だろ。町で出くわすたんびに痛めつけてやってらんな。どうしてクビになったんだい。おかみの御用をさ。何でもよ、女の盗人といい仲になりやがってよ、そいつを見逃してやったからだって聞いてるで。知ってるのかい万次郎。いや別に知ってるってほどじゃないけど。そう、女見逃したためにね。その女盗人よ、おとねさんみたいにいい女だったっていうね。やだよ、私は木更津から流れてきて元締めのところで厄介になってるしがない壺振りじゃないか。殿様、いかがでございやした。足の腕前は。女に化けたそうじゃの。親分上がりの極道でござんすから。見事であったぞ田之倉屋。町方も調べる糸口がなくて困り果てておるようじゃ。流品が下がったの。このわしを若年寄りの座から蹴落とした憎き土田川氏じゃ。できることならもっともだえ苦しんで死なしてやりたかった。殿様、これで返り咲けるんですかい、元のお役目に。いや、目の上のコブが今一人。そいつは誰です。大川越前じゃ。南町に殿王が奨状書の裁きにかけた張本人じゃ。奴がいる限り殿の幕閣への返り咲きはちと。大亀、わしが戻らんといたさば即刻上様に進言し、わしを退けることは必要じゃ。あいつがおってはな。能仙之助、その方とてわしがこのまま無益でいてはどうにもなるまい。へい、あっしの望みはこの国代を裏からも表からも牛耳ること。ですから殿様のお力添えと後ろ盾がねえことに。半蔵か。はい。何かつかめたか。はい。大岡様には
元若年寄り奈良山織部様をご存知で。うん、よく知っている。奈良山は大臣旗本の幕閣への推挙をはじめ、家督相続で多額の金品を強要した咎により若年寄り職を解かれた男だ。まあ、本来ならば切腹だが、動かぬ証拠がなかったので本人から隠居願いを出させて一件を落着させたのだ。で、その奈良山織部がどうした？土田河内の神様、暗殺の糸を引いているのではないかと。何、まことかそれは？どうして頭の家に逃げ出したんだ？みんな心配してるぞ。うるせえな。余計な世話焼かねえところよ。分かってるぞ。頭の家では好きな酒が飲めんからだろう。ほら、持ってきてやったぞ。ありがてえ。本人切るぜ。正直言うとな、喉が昼過ぎてどうしようもなかったんで。渋谷じゃねえか。それを酒と思えばいいだろう。からかいに来たのか、この俺を。逆婚の乙女は六代を荒らし回り、その盗んだ金子は千両にも及ぶそうだが、探すもしくて、時には土場の壺振りも務めるそうではないか。どこであった万次郎、乙女は江戸に舞い戻ってきてるんだろう。捕らえるんだ、力を貸すぞ。そうすればお前は再び十手を。バカなこと言うなよ。この俺は十手持ちとして失格の烙印を押された男で、十手を返上してから先二人のこの手たらくで足腰も弱っちまった。気力もなえた。乙女だろうが何だろうが、女にだってあっけなく突き倒されるに違えねえ。人前で笑われるなら酒をもらう時だけで十分だ。いや、どうしてそうなった？江戸一番の目明かしだったんではなかったのか？そんなこと大きな嘘で帰りやがれ。くそ、万次郎、なぜ乙女を逃がしたんだ？万次郎、酒飲ましてくれよ。何？頼むよ、酒飲ましてくれよ。何でも言う通りするから。酒飲ましてくれな。よし、よかった。で、俺についてこい。好きなだけ酒を飲ませてやろう。
話してくれるな。万次郎。万次郎。俺にはたった一人の妹がいたんだ。おぼこでな、そりゃ可愛い妹だった。その妹によ、生き写しだったんだ。やっこの音には。やっこの音に侵入したのに。おめえ。やっこの音に間違いねえな。親分さん、どうかこの場は御所ですから見逃してください。私には子供が、血の巫女がいるんですよ。その子が今重い病なんです。東海道藤枝の宿に。ですから子供の手当てをしたら、その足で親分さんのところへ戻って、必ずお縄につきますから、どうかこの場、どうかお見逃しください。でたらめ言ってんじゃねえだろうな。いいえ、嘘偽りじゃございません。もしお疑いならば、いっそのこと一思いにここで殺してくださいませ。そいつはおとみの口から出まかせだったんだ。子供どころか藤枝の宿なんかな、何の怒りもね、嘘っぱちだった。その時俺はどうかしてたんだ。妹とおとみがごっちゃになって、まるで妹に頼まれてるみたいに。兄さん、堪忍して。私どうしても、この人のややがお腹に、ちゃんとしたら戻ってくるから。だから兄さん、御所だから。日程はお返しいたします。白子の乙女は確かにこの足は不憫をかけて見逃しやした。十手持ちの風上にもおけねえゲスな野郎です。神妙にお仕置きを受けてえと思いやす。それから俺は受領されて人足だまりを送られた。戻ってきたら俺の体は心房が抜けたみたいにふぬけちまった。けど乙女を憎みながらも、妹と同じように奴のことが気にかかってよ。情けない話だが、俺はそんな落ち着かに自分を紛らわすために酒を。頭、徳田の旦那。万次郎、おめえさん芯から腐っちゃいねえようだな。メイシーさん。万次郎、お前やっぱり俺の思った通りの、よく話してくれた。カシラ、おとみが江戸にいるとなると、どうせ表通りにはおるまい。探し出してくれんか。え、わかりました。ちょっと待ってくれ。それとは無理だ。どうせ見つかりっこねえ。おいおいおい、おめえさん江戸町火消しをバカにしちゃ困るな。江戸の隅々まで目明かしのおめえさんたちよりもずっと詳しいつもりだがな。目明かし、頭、俺を目明かしと。おお、違うってのかな。なあ万次郎、おめえさんはな、骨の髄から目明かしだ。それとも他に潰しが効くかな。え、頭。万次郎、俺もそう思うよ。お前みたいな男を目明かし以外にどんな使い道があるってんだ。確かにそいつは、
俺は先を立つ。そしてきっと立ち直ってみせるぜ。元締め、どうしても越前を。ちょいとやべえんじゃないですか。どうってことはない。大岡越前は明日恒例の市中見回りに出る。頃合いを見て町のど真ん中でブスッとやってやるのさ。ゾクゾクするじゃねえか。上様、どうやら奈良屋守目が大目付様を暗殺させたのは大岡の事実のようでございます。元若年より奈良屋守目か。はい、奈良山には口入れ家業の田之倉屋という男が従いおり、おそらくこやつが手を下したのではないかと。どのような男なのだその者は。調べたところではお山上がりのならず者でして、いつの頃からか口入れ屋に身を転じ江戸の裏通りを牛耳るように。奈良山が己を蹴落とした土田を恨んでの所業ならば、他にも誰か狙っているのではないのか。そうやって邪魔なものを消し去り、ご政道に帰り盛んと。上様。三瓶、何しに来やがった。ここにわらじを脱いだ壺振りの女に用があってやってきた。合わせてみるか。よくも抜け抜けとこの、合わせてくれんなら奥へ通るぞ。剣になる。お常に何の用だ。会えば分かる。あいにく出かけてる。嘘だと思うなら気の済むようにしてくれて構わねえぞ。うめえな、飯がこんなにうめえなんてな。誰だ誰だ。てめえ、てめえよくも、おなは受ける気になったのか。どうしてだ。逃げちまえば半時見てにつながっちまえば済むものよ。ごめんなさい親分さん。バカ野郎、ごめんで済むかよ。てめえ言うこと信じたばっかりの俺は。管理してください。取り返しがつかないことはよく分かってます。でもどうか管理してください。あの時の私は一発の悪党、親分さんに二枚舌を使って逃げ切りました。でもそれから私本当にすまないことしたと思ってずっと胸で手を合わせてました。私のせいで親分さんがこんなことになっちまうなんて、私は本当に悪い夫です。勘違いしないでくれ。おめえのせいなんかじゃねえよ。いいえ親分、今度こそ本当にこの私をお縄にしてくださいまし。もうシャバには何の未練もありません。どうかこの大
売罪人の私が。おめえバカだな。どうしても。親分さん、お願いします。俺が実手がねえ、ほなは守っちゃいねえんだよ。だからおめえを捕まえることは。万次郎、また見逃すつもりか。話はすべて聞いたぞ。徳高旦那、どんな人間でも犯した罪は償わねばならんのだ。わかるな？万次郎、明日の朝、南町の奉行所に出頭しろ。え？お奉行の大岡越前殿がお前に直々に話があるそうだ。お奉行様が言って、あっしに行けばわかる。大岡様、南町の大岡様。ああ、どうかしたのか？申し上げます、大岡様のお命を狙っている者がおります。何？おとみ、詳しく話してみろ。おいでなされませ。甘酒を一杯もらおうか。はい。千之助、無益な殺傷を繰り返す愚か者め。昨日までの俺とは違うんで。万次郎、よくやった。南町の大岡だ。その方、本日付をもって南町の御用を申し付ける。異存はないな。何をいたしておる、千之助ら。殿、もしやしくじったのでは。何？そうだ、お前たちの企み、すべてしくじったのだ。もはや逃れる道はないぞ。何奴だ貴様。俺は天下の風来坊、徳田新之助だ。奈良山織部、その方、幕閣に返り咲かんがために大目付土田河内を暗殺。さらには大岡越前の命をも狙いしは不届き至極。この場において腹を切れ。腹を切れ。洒落たことを。出会え出会え、万急すれ。
駒込無宿御代、品川無宿稲、田原町無宿文、木更津無宿白虎の乙美、万次郎、行ってね。ここの上部にいるようにと、みんなが帰りを楽しみに待ってるぞと、そう伝えてやってくれ。わかりました。やっこの乙女のご沙汰は三宅島送りと決まった。罪を償いやがて帰るその時には、万次郎が温かく迎えるであろうことをおもんばかっての吉宗の陰にての計らいであることは言うまでもない。行ってこいよ。はい、待ってるからな。忘れんじゃねえぞ、俺のこと。吉宗評判記暴れん坊将軍、甲府城の御金蔵が破られ、御用金一万両が盗まれたという。皆殺しにせ、皆殺しじゃ。甲府、こっから十五里も先のことじゃ関係ないわ。こちら逃げてまいるかもしれません。うんべ、準剣士がやってくるぞ。準剣士がでございますか。ご近所破りがやってきたんですよ。それでその船町小屋の客の中に紛れ込んでるんじゃないかと。徳田さん、なんかいい考えないかね。そうだ、お主さっき芸事が得意だとか言ってたら、みんなを助けるためにそいつを役立てるんだ。使えるぞ、その顔。我に持ってこいだ。ずっこけカンパチ巧妙話、どうぞご期待ください。